カウツールツアーへようこそ。私の愛用するカウツールはですね、販売プロセスを一元的に管理するよと、そういった新しいタイプのプラットフォームになります。まずですね、このカウツールのコアプラグインをですね、インストールするとですね、自動的にページを作ってくれます。それらのページはですね、ダッシュボード、取引履歴、マイアカウント、ログアウトと、こういったページですね。これを自動的に生成するだけではなく、ワードプレスのメニュー機能からですね、メニュー設定も自動的にしてくれると。ですから、あなたがプラグインのインストール代行サービスを、受け取った時にはですね、基本的にウェブサイトのページ云々をどうこうする必要は全くありません。ただですね、このツールのセッティングというコーナーがあるんですけれども、ここでですね、PayPal の電子メールアドレスを入力したりですね、もし Amazon S3 とインテグレートする場合には必要な情報等を入れると、そういったセッティングですね。初めてこのセッティングエリアに入る方でも20分もあれば十分に設定を完了することができます。そしてですね、あとあなたがやることは 何なのかというとですね、あなたがすべきことはですね、商品を追加するだけです。そしてその商品固有のですね、決済リンクができますので、こちら自動生成で作ってくれますので、そちらをですね、あなたの商品の販売ページの注文ボタンに設置、もしくはあなたのメールマガジンですね、この本文にリンクを設置するだけでですね、もうこれで完了なんですね。なぜならば、商品の追加をするときにもうダウンロード情報、こちらもですね、もうセッティングをしてしまいます。ですので、もうあなたはですね、まるでその記事を投稿するように簡単にですね、設定をして、その商品を新しく追加すると、そうするとですね、その商品が売れるとですね、買った人固有のですね、ダッシュボードが生成され、この中でですね、すぐにその商品をダウンロードすることができるよと。すべて全自動です。ちょっと見ていただきたいんですけれども、ダッシュボード、はい、こちらはですね、商品名が左に出てるんですけれども、先週まではですね、日本語の商品名っていうのは受け付けなかったんですけれども、要望を出したところもすぐに改善してくれましたので、これはテストですという商品名が入っております。そしてですね、ダウンロード、こちらをクリックするとダウンロードが開始されます。ここも日本語を受け付けなかったんですけれども、もう現在は日本語の文字を受け付けてくれます。あとはですね、取引履歴、こちらを見ていただくとですね、商品ごとにですね、請求書、HTML ファイル形式、もしくは PDF 形式で、請求書をですね、自動的に生成してくれます。商品ごと、そして購入者ごとにですね、パーソナライズした請求書が自動的にもう生成されますので、お客様が自分のダッシュボードの取引履歴のコーナーからダウンロードすることができます。そしてマイアカウントですね、購入者の個人情報をこちらで変更することができます。そしてこのページから出てくるときにはログアウトと、もうこのようにですね、シンプルでありながら非常にプロフェッショナルなですね、ダッシュボードをお客様が発生する都度自動生成してくれるということが一つのメリットになってくると思います。そしてですね、新商品の追加なんですけれども、商品名をこちらに入れていただくと、そして本文中は何も入れる必要はありません。そしてこちらが決済リンクなんですけれども、まだ情報を入れておりませんので完成しておりません。まず最初の項目なんですけれども、価格ですね、価格設定にはですね、一度きりのお支払いと継続課金と選ぶことができます。一度きりの商品決済ということにして、こちら日本円で、例えばこちら2000円だよと、はい、そしてこちらですね、デリバラブルセッティングなんですけれども、こちらダウンロードお好きな文言を入れることができます。そしてですね、このダウンロード、ファイルなんですけれども、一つはですね、ファイルのアップロードから設定することもできますし、もう一つはですね、
あなたが保管した他の場所の URL をこちらで入力することもできます。そしてですね、ダウンロード物はですね、いくつでもですね、このプラスのボタンをクリックするごとに増やしていくことができます。そして右のこの十字ですね、こちらでリストしている順番を変更することができます。まあ、基本的にこれだけでも最小限 OK です。そして公開ボタンをクリックするとですね、決済リンクが自動生成されて、まあ、完了をします。たったこれだけです。もう5分かからないです。ですので、あなたがですね、どん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 例えば特売とか期間限定のですね、販売をするときなどですね、もう簡単にここで設定すればですね、もうこれだけで納品まで自動化です。そしてその納品もただ単純にですね、決済が完了すると自動ダウンロードが始まりますではなく、プロフェッショナルなですね、はい、このようなダッシュボード、お客さんごとに自動生成されるダッシュボードを介してですね、納品することができます。私の使い方としてはですね、さまざまなサイトで販売している商品があるんですけれども、それを一元的にここで管理していただくと、お客様に管理していただくと、そういった目的で納品の基地としての位置づけをしております。もちろん同一ブログでセールスレターも設置して、まあ、こちらのツールもインストールしてということも使えます。ただやはりですね、こちらを見ていただきたいんですけれども、このようにどん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 商品が例えば増えていく、といった時にですね、お客様の視点から見てですね、一元的に全てのまあ、購入済みの商品を何らかコンピューターがクラッシュしてもですね、再度ダウンロードすることができるよと、そういった利点があると思います。さらにはいつ買ったのかというのも全てもうこちらに表示されておりますので、お客様の購入品管理の視点からしてもですね、非常に役立つんではないかと思います。そしてあとはメニューなんですけれども、自由にページを追加してですね、メニューを増やすこともできます。さらにはですね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、例えばダッシュボードってあるんですけども、こちらクリックします。はい、そうするとですね、ただタグが入っている、だけです。このタグによってですね、このように自動的に表示がなされます。ですので、このタグの下にですね、バナーを設置したりとか、あなたのプロモーションを展開することもできます。ただこのタグはですね、絶対消さないようにしていただかないとですね、このように表示がされません。はい、まあ、今まで見た中でですね、画期的なんですね。非常にシンプル、短時間で実のあることができると。なおかつ開発元が非常に協力的で、まあ、日本語がダメだったインボイスなんかもですね、もう1週間でもう改良してくれると。そして、商品名日本語を受け付けなかったのも、もう1週間で日本語対応をしてくれたということで、非常にですね、今後このシステムはですね、アドオンプラグインが非常に多いんですね。ですからその一つ一つですね、私これから検証していきますけれども、その中で万が一何か不具合があっても速やかにですね、対応 してくれるということで、まあ、ブレイナーズのですね、デフォルトプラットフォーム、単品販売の基地としてですね、この買うツールを愛用していきたいと思います。あなたもぜひですね、この機会に参加されてはと思います。ありがとうございました。